こんにちは、佐藤弘です。本日私、世界に挑戦しようと思います。まあ、何をするかっていうと、簡単なギネス記録にね、挑戦していこうと思います。M&M's Chocolate。 今回はこの M&M's を箸を使って1分間に何個食べられるかという記録にね、挑戦していこうと思います。世界記録は65個1分間に M&M を食べてるってことなんだけど、普通に単純計算で1秒1個以上ってことだよね。1秒1個以上食べなきゃいけないから結構難しいかもしれないっすね。これ1個何個入ってるんだろうね。ちょっと待って、これ足りないんじゃね。え、待って、これはアーモンド、ピーナッツ入ってるから違うでしょ。 1,2,3,4,5,5 個だから 5,5 で15個入ってない、足りねえぞこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 個入ってます。一袋に16個入ってるんで、今ここに、こっちはピーナッツだから違うんだけど、ここにね、5袋あるから、5、6、3、10? ん？ん？ 13 個あればよかったのか。13個あるところ、3、5、15だから、80個の M&M's 入っております。なんか結構割れてんだけど。はい、全部出しました。病気になりそう、ほんとに。ここに今80個あるので、1分間でめちゃくちゃ食べて残った数を80から引いて記録を出そうと思います。意外とね、箸で取れる、いけんじゃねこれ。それではいきたいと思います。 3,2,1,GO。 めっちゃ残ってるよ。やべえわ、めっちゃ残ってるわ、やばい。いきますよ。1。記録29個です。でした。29個ってどんなだよ、半分もいってねえじゃねえか。無理だよ、無理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 だって、全然箸でつかめないんだもん。 M&M's 1分間で65個箸食いはできませんでした。明るく締めよう、こういう時こそ明るく締めよう、こういう時こそ動画を明るく締めた方がいい。はい、ってことで今回は記録を更新することができませんでした。皆さんもね、よかったら挑戦してみてください。バイバーイ。